ドイソーは福岡県出身のフリーアナウンサー。成形大学卒業後の1974年にテレビ東京へアナウンサーとして入社し、同年からから土曜競馬中継の実況を長らく担当。ラグビーでは5カ国対抗ラグビー、大学ラグビー、1991年の全国社会人ラグビーフットボール大会決勝の実況を担当していた。また、 世界のプロレスや音楽番組トキオロック TV の司会も担当。世界のプロレスでは WWF の本拠地ニューヨークに出張しマディソンスクエアガーデンにてジミーハートやホンキートンクマンなどへのインタビューも行った。ジェイク・ロバーツとのインタビューではロバーツにダイジャにキスをしなければインタビューは受けないと言われた挙句しぶしぶオロチにキスをする羽目となり、 気絶しそうになったという。そのキャリアを活かし、文斉藤イと、サ藤文彦のコンビによる WWF や WCW のビデオソフトの実況も担当した。夕方ニュースのキャスターも務め、何でもこなす、万能アナとも呼ばれたほか、同局で昭和天皇崩御の第一報を伝えた人物である。百九十二年退社。退社後は、フリーアナウンサーとして活躍し、 主に CS 放送や、フルス、テレ東や、TXN 系列局で、スポーツ実況、キャスターを務める。担当分野は、プロ野球、サッカー、ラグビー、競馬、ゴルフ、アイスホッケー、競輪など。競馬は、グリーンチャンネル開局から2005年12月まで、中央競馬中継イーストの司会を務めた、1月2月の小倉開催時は、TVQ 九州放送。 3月12月の中京開催時はテレビ愛知夏の札幌函館開催時はテレビ北海道で競馬中継のキャスター実況を担当したことがある。またグリーンチャンネルや世界の競馬 J スポーツステークスなどで海外競馬の実況を行うこともあった。ラグビーはスカイスポーツでは1998年の開局からメイン実況を務め、 1999年のラグビーワールドカップでは現地実況を担当した。サッカーはスポーツ愛で J リーグやドイツ分でスリーガなどの実況を担当したほか J スポーツが開局した1998年から2007年まで続いたアルゼンチンサッカーでは金田信俊とコンビを組んだ。主に関東大学ラグビー対抗戦グループオールソーケメーベイラグビー等。 ロスタイム、ヤン・ウィリアムズの決勝トライで、神戸成功が、大会3連覇。週刊プロレススペシャル日本プロレスボリューム 2P77ISBN9 兆7845億8362万1876。ありがとうございます。